はい、どうも、パンピーです。今回はね、低レベルで、8章10話のね、攻略やってみたいと思います。まずね、8章10話を低レベルで、まあ、無課金でね、攻略するポイントをね、5つ言います。このポイントを抑えれば、なんとかギリギリ、無課金でもね、攻略できる敵となってるんで、早速ね、一つ目のポイントを言いましょう。まずはね、ドラゴスライム。あれが必須だね。で、二つ目は、まあ、ザオラルを使える武器を、二本、なんとかね、揃えること。これもね、必須ですね。で、三つ目。まず、レンジャーのね、フバーハだね。これも必須だね。で、四番目。もうルカニで守備力を下げろ。これも重要です。で、5つ目。パラディンのね、回復武器あるじゃないですか。それを使う。夜のパピオン、もしくは、ダーククライ。で、あとは、まあ、それ、まあ、弱点がね、つければいいんですが、雷とかね。あとは、やっぱりね、ドルマ属性が弱点のようです。というわけでね、ちょっとね、この5つを細かくね、解説してみましょう。まずね、1番目のドラゴスライム。これは、なんで必要かっていうと、ブレス耐性がね、ついてるんですよね。で、ブレス耐性がないと、ちょっとね、さらにブレス耐性プラス全属性耐性がついてるっていうね、ドラゴスライム、かなりね、役に立ちます。これね、いろんな種類の、魔法をやってくるんですよ。まず、ドルマやってくるでしょ。あとは、まあ、ドルモーアだけどね。ドルモーアやってくるし、バギ系もね、打ってくるし、あとはね、ブレスも炎とね、あと氷系。もうこれだけあるとね、やっぱ全属性耐性がないとね、ちょっと厳しいってことでね。これは必須。結構必須だね、このドラゴスライムは。そしてね、2つ目のザオラルを、まあ、ザオラルを使える武器2本ということで、まあ、光のタクトとか、まあ、悟りの杖とかあれば、2本あればなんとかね、いけると思います。で、もちろんね、賢者2人の方がいいね。で、回復はもう回復専用2人で、できるだけ回復魔力をね、アップしておきましょう。で、あとはね、レンジャーも必須だね。まあ、影縛りは入ればラッキーなんだけど、このフバーハがやっぱり必須だね、完全に。早めに2回打っといた方がいい。使っといた方がね。で、フバーハでね、やっぱりブレス対策だね。ちょっと、バギー系の魔法は、関係ないんで、そっちの方はね、全属性耐性のね、ドラゴスライムをね、なんとか S4 匹 貯めて、乗り切っていきましょう。で、4番目のルカにね、これもね、結構重要。結構ルカニがね、入るんですよ。やってみた結果。で、まあ、やっぱりね、賢者がルカニ覚えるんで、一応ね、ルカニの方は使っていきましょう。で、5つ目の、まあ、パラディン回復武器っていう風に書いたんですが、やっぱね、パラディンガードが、たまにね、魔法系のやつにね、ドルモアとか行った時ね、少しダメージを減少しつつね、身代わりになるということで、これもね、あった方がいい。マジで。というわけでね、まあ、一応、たまにこうガードしてくれたりするんで、あとはね、回復武器っていうのは、もしあれば、マローカ。あれのね、ヒールファングかな。こう攻撃すると同時に自分の体力を回復するっていうのがあるんで、まあ、ドルモアとかでね、身代わりでダメージをね、回復するっていうのもね、必須となります。まあ、そういう時ね、結構パラディンがヒットポイント減ってることが多いんで、やってみましょう。まあ、なければ最悪ね、夜のパピオンとかね、その辺で代用してもいいんじゃないでしょうか。まあ、レベル高ければね、もうちょっと攻撃に特化したやつでもいいんだけどね。
こんな感じでございます。まあ、おすすめの武器は、まあ、雷神の槍と、あと、まあ、ドルマ特技ダメージのね、マローガがいいかと思います。それが結構ね、あの弱点となっております。じゃあこれを踏まえた上で、8章10話の敵攻略、動画一応撮ったんで、どうぞ。はい、どうもパンピーです。ですね、今回ね、8章の最後の敵まで来たんで早速やってみたいと思います。ちなみにね、推奨レベル65ということで、今回はね、あの低レベルで、倒すねやり方ね、まずちょっとね今のレベルをね私の見ていきましょう。ちなみに、55、51、55、55、パラディン、レンジャー、賢者だね。装備はね、こんな感じになってます。じゃあね早速やってみましょう。果たして倒せるんでしょうか。これがね倒せればいいんだけどね、ちょっとねストーリーは楽しみにしてる人がいるかもしれないんでスキップで行かせてもらいます。はい、ここね、そしてこれはね、あ、仲間がね一人助っ人で来るんだね今回、珍しく。こういうパターンもあるんだね。これからはちょっとね大丈夫だね、動かして。まずはねどうだろう、ちょフバーハやっときますか。どうだろうな、攻撃してくんのかな。ダークライでとりあえずいっとく。まあまあ当たりね、弱点ですね一応。これはどうすかな、一応微妙だね。ルカニとか効くのかな。もう下がりますね、案外守備力下がんだね。スカラでもやっとこうか。いや、魔力覚醒やっとくか、一応。しかも、ダーク暗いって叫ぶんだね、これ。こういう、攻撃だね、まずは。あ、結構ね、これが、ブレス耐性入れといたんだけど、やべ300近く。いやマジっすか、ちょっとねこれはやばいね。もう一丁フバーハだ、ちょっと防御を増したね。ここでちょっとねヒールファングで回復しつつ、回復が間に合わなくなっちゃうんでね。どうしますか、ホイミディかな、あと癒しの風でね。あ、よかった、ナイス、ラッキーだね。一応ね癒しの風で、これは回復量変わんないね。途中で逃げるとこないんだよね多分。なんだ、呪い、やばいね、呪いになるとやばい。あ、でも2回フバーハやれば結構ね減らせる。普通呪い勝てたら即死だからねこれ。あとはね、まあ雷光さみだれ効くのかな。まあまあ弱点だね。回復しながらも1回で満タンまでいってしまうという呪いがかかってるんで。
どうだろうね。攻撃はあんまりしてこないから、ドルフマ行ってみるか。魔力覚醒やってないね。弱点だけどあんまりいかない。これはベジータの声だね。しかも、ダーククライみたいな。耐性寒かった。これ、フバーハが切れるとやばいね。ドルモアがまた痛い。お、ナイス。しかも、かばってダメージ受けてもね、死なないからね、永遠に多分。助っ人は。これはいいね。やっぱこれは雷光さみだれで。ボートにしちゃってた。ダーククライちゃったね。回復させようと思ったけど。まあ大丈夫か。どうしますかね。MP はちょっとね、貯めときたいね、これね。ホイミでいいか。ホイミで。ドルモアってあったっけ？ドルクマか。でいなくならないことを願いますね。ナイス。ちなみに、あのドラゴンスライム、ドラゴンスライム、あれやべ死んじゃった。あれをねつけてあります。どうすかな。できれば金縛りやってほしいんだよね、レンジャー的に。なかなか縛らないの。あ、縛った。そうか、ここでザオラルだね。あ、色が変わって黄色になりました。ちょっとね、本当はルカニとか入れたいけど間に合わないで。守備力が元に戻っちゃったね。3回攻撃していくかね、これね。3回攻撃してきて、これ、フバーハなかったらやばいね。どうだろうね、ヒールハンの方がいいかな。回復しつつだね。でまたルカニを入れます。もう結構ルカニは効くね。どうだろうね。一応回復しておきますか。やばいね。呪いが結構厳しい。バギクロスは貫通してくるね。やっぱフバーハには関係ない。しかも死んだ。3回だから結構きついね、これ。とりあえず控えませんか。だんだんね、このフバーハのあれが微妙にバラつきが出てくるという。呪いがやばいな。からのバックロスが痛い。ああ死んだ。
ただね、死ぬと呪いが解けるというか、ああ、やばいやばいやばい。これ全滅すんじゃん。やばいね。ちょっと油断大敵だね。ちょっと待って、どうしよう。ボームで。とりあえずは回復だね。どうするこれ。ザオロルで足りる？足りないかもしれないね。ちょっとやばいかもしれない。こいつ回復してほしかったな。やばい、また呪いが。しかもハンドクロス、うわー、これはピンチだ。やべ、ドルモンは、おお、ナイスだけど、あ、なんとか生き残った。もう首の皮一枚だね、これ。やばいね、これ。ああ、どうしよう。首の皮一枚で生きてます。とりあえず、呪いがかかっていくからね。あ、でも赤まで来たかな、これ。もうちょいだね。ただプバー歯が切れてる。大丈夫かこれ。耐えられるのか。とどめさせ。やっちゃってください。まだ死なない。あ、まだ呪い。危ない。あと2回攻撃していくかな、これ。これバギクロス2回来たら終わりじゃない。うわ、ドローンはだ。そして1人、あ、でもよかった、一番少ないパワーのやつに。どうしますかね。これはちょっとね、安全策でいきましょう。ここまで来たらね、死なない方向で。危険なね、賭けはしないという。石橋を叩いて渡る作戦だね、これ。できればフバーハやりたいね。なかなかフバーハできないけど。こいつしか攻撃してないよ。しかもミスった。あ、これはナイスだね。何もやってなかったから。あと1回。やべえな、ここで。結構耐性ついててもこれだけ食らうんだね。ここで一応フバーハやっときますか。なんか赤からが死なないね、これ。ルカにもう一回か。まだ切れて、あれミスだ。もう一丁。あ、まだミスだ。あれ、まだ下がってないんだ。あ、ナイスだけど、ガードしても200も食らうの。やばい、あと1回攻撃が残ってる。しかも、あー、やばいな。2発連続ってインチキじゃん。やばくないこれ。無理じゃない。どうする。ダーククライにかける。全部無理だよね。だってザオラウルで生き返らしてもさ、死ぬよね。それだったらベホイミでもうひたすら、もうあの黒い騎士あれに倒してもらうという作戦しかない。黒い騎士ザオラル唱えねえかな。
あれ普通の攻撃、あ、しかも倒した。ナイスだね黒い騎士。あ、やっとね、とどめは黒い騎士が刺しました。危なかった、これはギリギリだね。いや、ついにクリアしました、これね。発祥もレベル大体55ぐらいでね、ギリギリ、クリアできるようです。じゃ皆さんもね、頑張ってください。ちょっとね、あの、楽しみにしてる人もいると思うんで、ここで録画終了です。また会いましょう。バイバイ。